一時はどうなるかと思ったけど、勝ててよかったね。そうだね。でも、どうして急にシェアが得られるようになったんだろう。シェアって人間からしか得られないはずだよね。それは俺から説明しよう。と、その前に、ウズメはどこだい？ウズメさんなら先にシャワーを浴びに屋上に行きましたけど。なら好都合だ。これから話すことはウズメに聞かれたら困るからね。装備不买很容易老马。それってどういうことなんですか？那不就还好，还好我都会买补品哦。我玩游戏没有什么买太买补品的习惯，我除非卡关，要不然一般我不会去买补品，我都是去迷宫里面捡补品啊，道具就是想到的时候加减买一下，很吃装备啊。ウズメにはある特殊能力があるんだ。特殊能力？彼女には自分の妄想を現実に変える力があるんだ。SP 会不够。哎，对，我觉得 SP 好缺哦。不买补品加一。啊，太好，有同胞。神奇宝贝，会啊，我会吃补品，但是我就只会在。就是只会使用在迷宫里面捡到的补品，不然一般除非是卡关，要不然我不太会主动去买补品，就吃的补品全部都是从迷宫里面捡的，或者是打怪拿到的。それってつまり世界の事象に干渉できるってことですよね？没错，资本主义很省的。けどそんなことできるんですか？さすがに大規模な事象への干渉改変はできないけれど、彼女にはその力があるんだ。以前玩到一个 RPG 不买补品，一开始就玩不下去。哇塞，难度调这么高。二人にも心当たりはないかい？彼女が妄想したことにより都合のいい結果が起きたこと。あ、もしかしてプリンの材料ですか？そうだ。あの時彼女は妄想し望んだんだ。君たちとプリンを作って食べること。要拼真结局，就是要点到所有的对话。啊，哎，那这样我现在可能就没有办法真结局了。我前面有不小心把支线给 pass 掉过的，还有很多钱。前面有。有一些支线是不小心漏掉了。だから材料を手に入れることができたんだ。第一次玩无所谓啊。そして今日も彼女はあの場所で妄想し願った。第二轮困扰困扰。俺たちモンスターから信仰心を得られることにより、三人で共に女神化すること。だから。あの時急にシェアエネルギーを得られるようになったんだ。すごいじゃん、超チート能力じゃん。けどどうしてそんな便利な能力を今まで使わなかったの？うまく使えばデカブツも倒せたんじゃないの？この力は少々厄介なところがあってね。ウズメが本気で妄想しなければいけない以上、狙って発動させることはできないんだ。普通结局比 bad ending 还简单啊。そしてそれは彼女の妄想に込められた無意識な願いによって事象への干渉規模が決まると言っている。だから俺は君たち二人には本当に感謝している。ウズメにこの世界のシェアのありさまを変えさせてくれたのだから。手遅れでなければこの世界の崩壊も止まってくれればいいんだが。そっか、だからウミオはあの時ちょっと誘導的なことを言ったんだね。よく気づいたね。まあ偶然ってやつ。珍しくウミオがウズメの話に乗ってたから
ちょっと気になってたんだ。そういうことだから、この能力についてはくれぐれもうずめには内緒で頼む。やっと終わったんだな。ねえうずめ、ちょっといいかな。お、なんだねプッチ、改まって。これからうずめはどうするのか気になっちゃってさ。なんだそんなことか。そりゃ次はポットでの紫ババを倒すに決まってる。紫色老太婆。ま、デカブツを倒した俺の敵じゃないと思うかな。じゃあマジコンヌを倒したら次はどうするの。次は、うん、じゃあ私がなんて言いたいかもわかるよね。ああ、一緒にネプッチの世界に行こう。うずめ、私たちもうずっくり一心伝心だね。ネプッチの気持ちはすげえ嬉しいよ。それにネプッチの国だからきっとすごくいい国だってのはわかる。けどごめん、一緒には行けない。どうして？ここには誰もいないんだよ。そうだ、二人で一緒に女神をやるってのはどう？娘なら国民のみんなだってすぐに受け入れてくれるはずだよ。実はさ、昔みんなで話し合ったんだ。この世界を捨てて異世界へ逃げるのはどうかって。でもみんな言ったよ、仮にそれが可能でもこんな世界だけど自分たちが生まれ育ったこの世界を捨ててまで逃げたくないって。最後までみんなでこの世界であがこうってさ。まあその後調べた結果、そもそもこの世界の文明レベルじゃ次元を超えることはできないって判明したってオチなんだけどな。娘、这段有点感伤。なんだよそんなしけた顔すんなよ。別に根性の別れじゃないんだし、またいつか会えるだろう。怎么觉得有点在表表的。もしかしたらあの紫ババアが世界崩壊の原因で、倒したら元に戻るかもしれない。そうしたら俺はこの町を、いやこの国を復興する。ゼロから、いやマイナスからのスタートだが、ネプッチの国に負けないようなすげえ国にする。有点感伤。それが実現したらネプッチの国に遊びに行くよ。けど一人は寂しくない？心細くない？まあここにはウミオもいるし、ヒヨコムシやスライムたちだっている。逆に騒がしいくらいさ。娘、まあそういうことだ。プリンばっか食って怠けてるとあっという間に追い越しちまうぞ。好堅強哦。はい、マイト。そうだな、人口はざっと10万。あ、いや、やっぱり100万は欲しいな。でもって、街中にはエレベーターや動く歩道やガラスのチューブの中をタイヤのない車が飛んでるんだよ。そして、国民は全身タイツみたいな服を、それはダサいからやっぱいいや。で、俺は思うんだが、時代はまさに情報化だ。インターネットを普及させて、ゲームだってオンラインで遊べるようにするんだ。オンラインなら自宅にいても格闘ゲームやレースゲームで対戦できたり、 RPG で一緒に冒険することもできるんだ。そんなすげえ楽しい国を、いや楽しい世界を俺が作っていくんだよ。預言家、預言家。哇、欸、其实这段很感伤欸。それってすげえかっこいいことだと思わないか？そうだね、すごくかっこいいことだと思う。最初さ、目覚めてから真っ先にやろうとしたんだけど、
その時は誰もついてこれなかったんだよ。海尾には10年は早すぎるって言われたよ。わかるわかる、私もよく言われるよ。けどありきたりなものよりまだ見たことがないものを求めて夢見ることは悪いことだとは思わないぜ。对啊，哎，他好乐观哦。それにこうして夢を妄想するのは楽しいしな。実現するといいね。ああ、絶対実現してみせるさ。想出去买个饮料来喝。去去啊去啊。嗨，木索。茄子大妈已经变成大妈了。赐予你力量。ほら、二人とも、いつまでだらけているんだ。少しは若者らしくシャキッとしないか。だって、でっかいのと戦った時の疲れが取れないんだもん。俺も、なんだか気合が入んなくてよ。讨厌吃茄子。那它居然还是紫色。今までの威勢は一体どこに行ったのやら。真的、刚刚才夸下海口、现在又要懒了。ごめんなさい、なんだかお姉ちゃんまで迷惑をかけちゃって。気にすることはない。こんな風に燃え尽きるほど二人とも気を張っていたんだろう。原来是同类相斥啊。それに元の世界に戻ればまた仕事漬けの日々が待ってるんだし。少しくらいここでのんびりしてたって罰は当たらないよ。お姉ちゃん。ならばギアッチ、今日は俺に付き合ってくれないか。おお、一個月一個月。海南、你这样对吗？私ですか？構いませんけど、どこに行くんですか？なんだなんだ？もしかしてそれってデートの誘いか？まさかここに来てネプギアにモテ期到来。これはマネとして二人が健全なお付き合いするかチェックしなきゃ。ユーマユーマユーマ。よしネプチ、そうと決まれば利口だ。そうなんですか。照れるギアッチは可愛いな。 Oh my god。 おー、这个けど残念ながらそんな洒落たものじゃないんだ。感謝林毅的ファロー。什么 NTR 宣传。昨夜散歩していた時に興味深い施設を見つけてね。そこにギアッチが求めるデータがあるかもと思って誘わせてもらってさ。快速速。なんだ、ちょっとびっくりしちゃいましたよ。もしかして。ギアッチはそっちの方が良かったのかな。もうからかわないでください。真的吗？听起来是很强的声优。声优变这个冷静点。Bigger. 冷静点啊。梁一冷静点。すまない。さて、そういうわけだが、ウズメとネプッチはどうする？俺としては二人が来ても構わないけど。ここにいても特にすることないし、俺もついていくかな。ネプチはどうする？ウズメが行くなら私も行く。一人で留守番ってのも退屈だしね。
なら、みんなで行こうか。ネプギアです。よろしくお願いしますね。听起来很假。俺も見つけた時は驚いたよ。まさかここまで綺麗な状態で残っているものがあると思わなかったからね。あの、スミオさん、ここ調べちゃっていいんですよね？何の施設かはわからないが、調べたところで困る人はもういないだろう。やったー！じゃあ早速ここのメインコンピューターやサーバーを調べさせてもらいますね。そうさ、まずは N ギアを有線でつないでと。どう、ネプギア、なんか面白いのあった？おーい、ネプギア、まさか私がネプギアに無視された？今ギアッチはとても集中しているようだから、あまり邪魔はしない方がいいと思うな。あれ、まさかここって。何何何か分かったの？うん、てっきりここは通信系の施設かと思ってたんだけど、転送施設だったみたい。転送施設？あ、けどここにあるのはあくまで近隣の町同士を行き来する程度の装置。そしてあくまでも私の予想だけど、この装置を見る限り、この世界の科学レベルじゃ次元を超える装置はなさそう。やっぱりそうだよね。ごめんね、期待させちゃって。いいっていいって。それならまた別の方法を探せばいいだけだよ。この音は何だ？これ、私のNギアの着信音です。けど、電波がないのにどうして？通信？誰から？あ、イースーさんです。お姉ちゃん、イースーさんから通信が来てる。本当？まさかイースーに次元を超えて通信できる機能があったなんて、ラッキーだよ。ああ見えてイースンは気が短いところがあるから、早く出なよネプギア。はい、私です。あ、ネプギアさんですか？よかった、やっと連絡がつきました。ネプテューヌさんはご一緒ですか？はい、お姉ちゃんも一緒です。ヤッホー、イースン、久しぶりだね。元気してた？お二人が無事なようで何よりです。突然いなくなるものですから心配したんですよ。ごめんなさい、何度もイースンさんに連絡を取ろうとしたんです。いえ、ネプギアさんが謝ることではありません。何せお二人は今別の次元にいるのですから。はい。あの、ネプギアさん、どうして驚かないのですか？え、どうしてって、どうしてですか？だってお二人は別の次元にいることが判明したんですよ。普通は驚くはずです。ふふん、甘い。甘すぎるよイース。こっちはすでに別次元にいることは予想済みなんだな。これがえへん。まさかネプテューヌさんがそこまでご自分の身に起こったことを予想していたとは。どこか頭を打ちました。ちょっとイース、何気にそれひどくない？私、頭なんてどこにもぶつけてないし、頭の回転が速いのはいつものことでしょ。已经有过经验。ですが、ネプテューヌさんといえば、
最近ぐーたらしているイメージが強く、遊ぶことにしか頭を使っていなかったよ。あ、好实在哦。怎么觉得每一位都很懂他？なんだ。ネプッチは元の世界でも相変わらずだったんだな。怎么大家都懂？おや、そういえばそちらにいるのはどなたでしょうか？ウズメさんとウミオさんといって、この世界で私たちがお世話になっている人たちです。ウズメはね、この世界の女神様なんだよ。そうだったのですね。お二人がお世話になっているようで、なんとお礼を言えばいいものか。気にすんなって。おかげで賑やかで楽しいしさ。どうした？あ、いえ、すみません。なんだか昔の知り合いに似た印象でしたので、気にしないでください。あ、そういえば私としたことが自己紹介がまだでした。私の名はイストワール、プラネティーヌで教祖を務めさせてもらっています。イストワールにプラネティーヌか。想到了什么？あのどうしたんですか？もしかしてお体の調子が悪いとか？いや、すまね。何でもないよ。初対面なのに心配かけて悪いな。うずめ、俺にも挨拶をさせてくれないか？お、そうだったな。悪い悪い。はじめまして、ウミオと申します。以後、お見知りおきを。ウミオさんですね。お二人がご迷惑をおかけしております。特にネプテューヌさん。比任何人都久。那这样年纪不就不详？いえいえ、もともとこちらは寂しいくらいだったからね。少しくらい賑やかな方がちょうどいいさ。そう言っていただけるとこちらとしては安心します。なんだろう、この保護者同士のような釈然としない会話。俺たちはガキかなんかかよ。俺にとってのウズメは子供みたいなものだけどね。え、俺ってウミオの子供だったのか？真的假的？衝撃の事実発覚だよ。ウズメが巨人ならぬ巨神だったなんて。真的假的？真的假的？なら俺ってエラ呼吸もできるんじゃないか？これなら魚どころかエビやカニも取り放題だ。やったぜ。这是重点吗？这是重点吗？じゃあ今夜は豪華にカニ鍋だね。ふほーい、やった。俺は比喩として言っただけなんだ。被吐槽了。ウミオさんも苦労しているんですね。心中をご察しします。ところでイースーさん、元の世界に帰る方法を知りませんか？基因凹得太硬了、不接受。私たちだけじゃ全然方法が思いつかなくて。それでしたら安心してください。ネプギアさんの N ギアを仲介して、そちらの世界の転送装置とこちらの転送装置をリンクさせることで、お二人を転送させることが可能です。おー、さすがイズ。いつの間にかハイスペックになって、私も鼻が高いよ。ただその代わり、エネルギーとしてこちらの世界のシェアを大量に消費するので、その点はご了承ください。帰れるんだったらそのくらい余裕余裕。ネプギアが頑張ってくれるもんね。私だけ？何バカなこと言ってるんですか。それこそネプテューヌさんのお仕事ですよ。帰ってきたらみっちり働いてもらいますからね。なら私ずっとこっちの世界にいようかな。そんなこと言わないで帰ろうよ。私も手伝ってあげるから一緒に頑張ろうね、お姉ちゃん。只要有愛基因不是问题吗？但如果是真的，还是真的让人蛮惊恐的。另一位还没有自我介绍。麦特是指的是哪一位啊？其实这里并不是游戏刚开始、啊。
ギアさんはいつもそうやってネプチューヌさんを甘やかすんですから。でね、イース、私たち実はもう転送装置があるところにいるんだよ。但是这里算是已经有跑个一段路这样，所以有一些自然就会讲的比较快。本当ですか？けどこの装置あくまで同次元内の空間転送しかできないみたいなんです。それでも大丈夫なんですか？哦，你在补。転送装置であれば何でも問題ありません。では今つながっている転送装置を使わせていただきますね。なんかあっさり帰れそうな感じだな。そうだね、早く帰りたいと思ってたけど、いざこうしてみると名残惜しいよ。そうだな、いつかはそうなると思ってたが、まさかこんなに早くまた一人になるとはな。あ、そっか、私たちが帰ったらまた一人ぼっちになっちゃうんだ。けどさ、出会ってたった数日だったけど、すっげー楽しかったぜ。ギアッチも元気だな。ごめんなさい、せっかく手伝ってもらったのに、この世界のこと何もわからないままで。ギアッチが気にすることじゃない、あとは俺が気長に調べるさ。あれ、おかしいですね、そちらの装置にアクセスできません。もしかしてイースーさん、装置を調べるのでちょっと待ってください。やっぱりこの装置壊れてます。そうですか、それは困りましたね。装置が使えないとすると他に方法が。なら私が直します。調べてみないと分かりませんが、見た感じあまり損傷はないみたいなので、多分できると思います。へえ、機械に強いとは思ってたけど、こんなものまで直せるなんてすげえな。なんてったって、私の自慢の妹だからね。ちなみにネプッチは何が得意なんだ？私はね、あれ、どうしよう、ウズメ、私ネプギアみたいな特技何もないかも。いや、俺に言われてもな。ではネプギアさん、修理が終わったら連絡をお願いします。おそらく今と同じような環境であればエヌギアで通信ができるはずです。わかりました、それでは修理が終わったら連絡しますね。俺たちに手伝えることはあるかい？ひとまず装置が故障している原因を調べてみようと思うので、皆さんは自由にしていてください。またまた、本当は手伝ってもらいたいのに遠慮しちゃって。機械天才。出るほどじゃないけど、ここの搭載のゲーム機に熟知した私にかかれば、転送装置の分解くらい楽勝だよ。ここでかっこいいところを見せれば、きっと私の有能さをみんなが分かってくれるはずだよ。どうやらさっきのことネプッチなりに気にしていたようだね。割とお姉ちゃんにはおとなしくしていてもらいたいかも。そういうことだから、こっちはギアッチに任せて、俺たちは他を調べてみようぜ。伤心。我又来了，上班吃饭时间。哎呦，吃饭时间哦。なると代わりにこれをつなぎ直して。
GC1988 って書いてある。88年製の基板なんて超レアだよ。おっせー、1988。わ、そうだ、ここをこうしてちょっといじれば、この基板は使わなくても済むから1枚くらいもらっちゃってもいいよね。ぴょっぴょったいぞわ。这两个人真的是零作用，完全零作用。真的吗？两只如果醒着就是副作用啊。还好是零作用，副作用更悲剧。虽然很可爱没关系，不要因为可爱就原谅别人偷东西这件事情啊。エネルギーがないんです。装置を動かすのには大量のエネルギーが必要なんですけど、この建物にはほとんど電力が残ってないみたい。なるほど、どちらも難しい問題だね。いや、パーツなら探してみようぜ。これだけ広い町なんだ、代用できそうなものがあるかもしれない。可愛就是正義。可愛就是正義。太偏頗啦、太極端啦。けど、エネルギーはどうするんだ。パーツの替えが見つかってもエネルギーがないんじゃ動かないぞ。それについては後からだ。今考えたって正直思いつかねえよ。そうそう、もしかしたらパーツ探してる時に解決策が見つかるかもしれないしね。そういうこと、まずはパーツを探しに行こうぜ。あや、又回来了。光火开心吗？吉亚又回来了。他不是偷东西，他是收藏。是收藏吗？收藏也不好啊，不要收藏正在用的零件啊。什么我带坏的？没有啊。 L 就是正义，也不是啊，也不是啊。どこにもないね。顺走拿走。什么顺走拿走？不要乱拿，不要乱拿。他にも似たのがあると思ったんだがな。とりあえず飯でも食って午後はもう少し遠くに行ってみようぜ。俺もう腹ペコでさ。賛成。じゃあさ、お昼ご飯どうする？そういえばそろそろいい時間ですね。うずめさんは何か食べたいものありますか？やっぱ肉だな。肉、肉食わないと力出ないしな。お姉ちゃんは？お肉もいいけど、私的には甘いスイーツをお昼ご飯兼おやつにする案を提案したいな。スイーツもいいかも。スイーツといえばやっぱりクレープだよね。可丽饼啊，我也喜欢吃可丽饼。我雅的少女心又出来了，又浮出来了。スズメ的にはホイップクリームたっぷりの。可爱做啥都是正义，就跟开车就是正义，开车有益健康。什么东西啊？太偏颇了吧？太极端了，太极端了！哇，奶油的草莓巧克力香草可丽饼，哦，这个我喜欢，这个我喜欢。いちごの甘酸っぱさとチョコレートの。
哦，太棒了，这个我也喜欢。材料だけでもいいから、どこかに残ってないかな。想吃。まあなんだ肉もいいけどあんまり腹が減ってないしな俺はネプッチの案でも構わないぞ辛苦好吃好吃まったく今さら隠すものでもないものじゃあお昼はクレープに決定早速材料が残ってないか探しに行こうそれなら近くにスーパーだった建物があるから行ってみようぜやっぱり可愛いのに無理してカッコつけてるうずめさん可愛いかもいつかうずめさんをプラネタワー通りのクレープ屋さんに連れてってあげたいなこの端末はもしかして漏水了やっぱりオンライン端末だもしかしてなんか見つかるかもあったやっぱりこのファイルだ哦又来了吗哎呦大叔的旁边加油这个哦两一你这个怕怕要仔细看可是他码掉的地方太多了他码掉的地方太多这样我的记忆点会变很低耶两一四百八十四该积压真的快积压对啊没错我现在状态 就跟积压的状态是一样的隐约看得懂可是又有点模模糊糊的就是那个记忆点 会变得很低很容易看过就不小心淡忘他就是麻掉很关键的地方啊娘さん この世界や国についての情報をって前に調べてるって言いませんでしたっけ你好像可以猜得出真的假的我完全毫无头绪我真的完全毫无头绪啊そうだったな悪い悪いで調子はどうなんだいくつか記録は見つけたんですが部分的にデータが壊れていて何が何だかさっぱりですギアッチはそれを調べて何をするつもりなんだただ気になるんですこの世界が何なのか何で滅びようとしているのか私の予想ですけどこの記録にこの国がそしてこの世界が滅んだ原因が書いてあるんじゃないかって思うんですそれが分かったからって私ができることは何もないかもしれないけどそれでも知りたいんですそうか就说无马比较好米却有马马叫什么东西呀、啊、什么东西我怎么觉得选大大形容的感觉哪边怪怪的你的猜测可以讲讲看ギアッチなら得意点になってくれるのかもなおすめさん形容方法是跟杨师傅学习的 跟我学习我有传授你们这种东西吗
我不要剧透比较好。おっと、変な話をしてしまったな。今のは忘れてくれ。じゃあな。監獄か。娘さん、やっぱりこの世界にいるのが辛いのかな。おい、ギアッチ、起きろ、ギアッチ。あれ、うずめさん、どうしてここに。さっき向こうに行ったはずじゃ。何寝ぼけてんだ。こっちにインターネットにつなげそうな端末があるかもって言ったっきり、戻ってこないから迎えに来たんだぞ。真的吗？游戏前期最重要的剧情，虽然现在没什么感觉，之后会很有感。それで何か見つかったのか？はい、この記録を見つけることができました。何何？你也有些感觉跟猜测。却毛毛的，啊！还将他给杀了。なんだこりゃ、わけわかんねえな。ギアッチはこんなので何かわかるのか？あれ、さっき見たのと何か違うような。けどデータはちゃんと見えるし。这资料是预言书吗？おい、ネプチ！瓦礫の中からこんなの見つけたぞ！ほれ！很好猜吗？おお、これは誰もが知る超有名シューティングゲームのデッドコピー品。の基盤知ってんのか？知ってるも何も、オリジナル版のメーカーが仕掛けた隠し操作トラップに引っかかって見事に偽物だってバレたのが超有名タイトルだよ。へえ、ネプチはゲームに詳しいんだな。そしてこっちはペンタだ。このお粗末なペンタのロゴシールを剥がすと、我是在想那个刚刚那个资料是预言，是预言吗？原来说后面又说会自己变，就是跟前面看到不一样。那、啊、可是那段形容又觉得好像只有窝牙最适合了。そうだ、やっぱり正規の開発メーカーゼンカのロゴが出てきた。是窝牙后面暴走还怎样？ネプギアにも見せてあげよう。おーい、ネプギア、珍しいの見つけたよ。是記憶よ。繼續玩就知道。おーい、ネプギアってば。娘さんとお姉ちゃん、すごく楽しそう。けど、それももうすぐ終わっちゃうんだよね。私たち娘さんを残して帰っちゃっていいのかな。けど私もお姉ちゃんも帰らなきゃいけないし。どうしたんだろう、聞こえてないのかね。幽沉。ネプチ、最近ギアッチ変じゃないか。やっぱウズメも気づいてた。ネプギアって性格が真面目すぎて何かあった時は思い詰めやすいんだよね。ネプチとは真逆なんだな。それもしかして私が不真面目だって言ってる？うん。何よーって反応したいところだけど、
自他ともに認めるそういう性格なんだよね、私。天哪、好一个理直气壮啊。とりあえず、なんで悩んでるかネプギアに聞いてみよっか。哦，晚安，晚安 ，P A U L， 晚安，要睡的晚安。你有错过什么吗？刚刚好像有到一个很重要的记忆，就是翻到一个记忆之书吧。然后那是一个很重要的桥段，可是我看了还是很毫无头绪，就是怎么跟我一样理直气壮？我哪有？我没有甩尾了。お姉ちゃん、どうしたの？なんかネプギアの元気がないみたいだから、どうしたのかと思ってさ。悩みがあるなら聞いてやるぞ。悩みか。心配させてごめんね。けど私なら大丈夫。それが全然大丈夫そうに見えないんだって。なんで私がお姉ちゃんやってると思うの？ネプギアのことなら誰よりも知ってるつもりだよ。なあギアチ、今のお前ひどい顔してるぞ。そうかな。じゃあちょっと向こうで顔洗ってくるね。水中图、没有啊、没有。逃げられちまった。同样的梗哦，已经玩过两次了。多分私たちにも言いにくい悩みがあるんじゃないかと私は予想するね。例えば。わかんない。ならギアッチの元気が出そうなものでもプレゼントしようぜ。ネプッチなら知ってるだろう。ネプギアの好きなものか。こう見えてメカオタだからね。ネプギアの悩みを吹き飛ばすほどのすごいのがあればいいんだけど。例えば。無限の力を備えた文明すら滅ぼすほどの超巨大ロボットでもあれば喜ぶこと間違いなしだよ。たとえだとしてもそんな物騒なもんお断りしたいね。娘としては巨大ロボットとかよりもやっぱり可愛いのがいいと思うな。見たことないけど、きっとギアッチの部屋には可愛いぬいぐるみがいっぱいなんだよ。少女心又出来了。你现在有饮料喝了，恭喜恭喜。しかも一つ一つちゃんと名前をつけていて、夜眠る時とかにお気に入りのぬいぐるみを抱きしめて寝てるの。哦天哪，少女心又跑出来。お気に入りのぬいぐるみがないと眠れないからって涙目でネプチのベッドに潜り込んでくるの。好萌、受不了、冷静点。超萌えない？きっとそうだよ。だから、まあなんだ、俺もギアッチにはロボットが似合うと思うぞ。我觉得声优很厉害，为什么他的声线可以这么收放自如？哦，说换就换。なんでだってロボットはかっこいいからな。つまりロマンだ。少女人格是本来的，爷们是装出来。まったく、うずめときたら。だがそんなもの見たことないぞ。かといって実際にあったらあったで物騒で嫌だけどね。ならこういう時はやっぱりゲームに限るよ。どんなに思い詰めていたってみんなで一緒に遊べば悩みだって吹き飛ぶって。なるほど、物より思い出というわけだね。ネプッチらしくていいと思うよ。それなら俺も賛成だ。パーツ探しは一旦やめて、今日はゲーセンで遊び倒そうぜ。ねえお姉ちゃん、
どこに行くの？ここさっきも来たよね。冉冉是鱼。有确定 是同一位吗？パーツ探しは一旦お休み。息抜きしにゲーセンに行くんだ。ゲームセンター？けどパーツを探さなきゃ。あ、真的、是同一位啊。ギアッチは少し真面目すぎんだよ。デカブツも倒したんだし、ちょっとぐらい遊んだって誰も文句は言わねえよ。なあ、ネプチ。镜花水月。挂掉转生成的之语。文句を言う人がいたら、この私がネップネップにしてやんよ。それにしてもゲーセンか。クレーンゲームには可愛いぬいぐるみがあると娘的には嬉しいな。それにゲーセンと言ったらやっぱりプリントシール機だよね。ギアチ一緒に撮ろうね。はい。せっかくゲーセンに着いたのに、ことごとく筐体が壊れてる件について。ダメだな、うんともすんとも言いやしない。壊れてるものはしょうがないよ。他にゲーセンはないの？ゲーセンか。この町以外はろくに探索したことなかったからな。海尾、お前は知らないか？この辺りのゲーセンはどこでもこんな状態だね。むしろ俺が知っている場所ではここが一番マシなくらいだ。なんだお前、詳しいんだな。シェアクリスタルを探すためにこの町の建物はほとんど調べ尽くしたからね。なら隣町に行けばいいと思うです。うわぁ、横虫じゃん。久しぶり。こんなところで会うなんて奇遇だね。うずめさんたちを見かけたから追いかけてきたのです。で、隣町にって話だったな。そこに行けばゲーセンがあるのか？僕たちの仲間が隣町のゲームセンターに住んでいるのです。前に遊びに行った時はゲームで遊ばせてもらったのです。それなら早速隣町に行こうぜ。もしかしたら転送装置のパーツも見つかるかもしれないぜ。